アロハ、皆さんこんにちは。アロハナクラブのあゆこです。本日も今週のハワイをお届けします。今週1週間のハワイ最新情報はオアフ島上空からお届けします。まずは日本からの到着者数です。12月11日、1243名、12日、831名、13日、1206名、14日、1286名、15日、1228名、16日、1456名となっています。オアフ島で11日ホノルルマラソンが開催され、2万8000人余りのランナーが参加しました。今回で50回目の開催となったレースでは、エチオピアのアセフォー・メングスト選手が2時間14分41秒で優勝。女子部門では同じくエチオピア出身のアサイエチェ・ベレ選手が2時間30分58秒で優勝を果たしました。今大会のエントリーはフルマラソン、 10K ラン&ウォーク、そしてカラカウアメリーマイル、合わせて 28,411 人でした。昨年の参加者はたった 1万6,000 人でしたので、今年は 28,000 人と大きく増えています。日本からの今年の参加者は約 6,000 人で、昨年の566人より大幅に増加していますが、2019年度の約1万6000人と比較すると日本からの参加者は少ないレースとなりました。ホノルルマラソンは制限時間を設けておらず、すべての参加ランナーが完走することができる全米最大規模のマラソン大会です。今年の最終走者は17時間30分でゴールをしています。ハワイ王朝の末裔であるアビゲイル・カワナナコア王女が11日の朝、ヌーアルの自宅で静かに息を引き取りました。96歳でした。翌日発表されたその途方に、州内の多くの場所で半旗が挙げられました。ハワイ王室の末裔であるカワナナコア王女は最後のアリーと呼ばれ、長年にわたりハワイ先住民の学生への奨学金、ホノルルの鉄道輸送計画への反対、マウナケアの30メートル望遠鏡に対する抗議活動の支援、カラカウア王とカピオラニ女王の所有物の一般公開のための寄贈、イオラニ宮殿の維持など、その莫大な財産を活用して多くのハワイ先住民やその文化を保護するための活動を支援する慈善活動家としてハワイの人々に愛されていました。ハワイ火山観測所は13日、ハワイ島のマウナロアの噴火が停止したと発表。危険レベルは赤、危険から黄、注意に下げられました。二酸化硫黄の排出量も噴火前のレベル近くまで低下しているほか、噴火に伴う火山性振動や地震も大幅に減少しているとしています。また、キラウエア火山での溶岩流の流出も9日に停止しており、こちらの警戒レベルも黄、注意に引き下げることを明らかにしました。今後、火山活動が再開される兆しがないか、引き続き注意深く監視していくとしています。ハワイ島のマウナケア山頂では13日、降雪が確認され、山頂へ向かうマウナケアアクセスロードが閉鎖されています。気象予報士は、マウナケア山頂では悪天候によって
雨や雪に見舞われ、山頂での気温はマイナス 10.5 度、風速は 11.6 メートルで、マウナケア山頂に設置されているウェブカメラでは雪景色やつららを確認することができます。長らく営業をお休みしていたハレクラニベーカリーが12月22日にリニューアルオープンします。ハレクラニベーカリーはハレクラニホテルの姉妹ホテルであるハレプナワイキキの1階にあるベーカリーショップ、ハレクラニ特製のパンやペストリー、スイーツを食べることができます。以上、今週1週間のハワイで起きた出来事や最新情報でした。インスタグラムでも様々な写真やハワイ情報をアップしていますので、YouTube 同様フォローしていただけたら嬉しいです。それではまた来週。マハロ。